富山地方鉄道、富山地方鉄道株式会社、富山地方鉄道は、富山県富山市及び、富山県東部を基盤とする中規模施設である。通称は、施設、施設、A 称、施設。本社は、富山県富山市桜町一丁目一番36号。1943年1月1日に、陸上交通事業調整法に基づき、 1930年設立の富山電気鉄道を母体に、富山県内のすべての市営、公営の鉄軌道、バス会社を合併して設立された。合併に参加した鉄道会社は以下の6社である。なお、駅名は現在のものである。それ以前に富山電気鉄道は以下の3社を合併している。路線の大部分が岐阜県に存在し、 起点からごく一部の区間が、富山県内であった、三井鉱山の軌道、通称、上岡軌道は、統合から除外された。また、バス事業者は事前に、運輸通信省通達により、上記各社が経営していた路線を除いて、下記の4社に集約されていたものを、1946年10月10日、富山地方鉄道が一括譲り受けして、統合を完了した。なお、 戦時中から経営参加化は行われていた。この発展過程では、富山電気鉄道の経営者で後に、富山地方鉄道会長となった佐伯宗義が大きな働きを行っている。富山電気鉄道は、富山県下を一市,市街地化するという構想のもとに設立されたもの、あり、結果的には戦時統合という形で、それがほぼ実現することになった。 富山地方鉄道設立直後の1943年6月1日、富岸線が買収、国有化され鉄道省と山高線となった。1950年に、下越能三国、富山県、石川県を結ぶ鉄道を作る計画を遂行するために、下越能鉄道を設立し、富山県西部の鉄軌道、バス事業を譲渡した。後に、新線計画は中止。 カエツノ鉄道は2002年に鉄軌道事業から撤退し、2012年にカエツノバスに社名変更した。航空事業では、全日空富山地区総代理店として業務を受託、子会社の富山地鉄サービスで実際のハンドリングを行っている。2000年代中期頃から新規納入された路線バス、車両、軌道線車両及びワンマン改造が実施された。 鉄道車両の運賃表示機には、北陸地方では初めて、視認性に優れた液晶ディスプレイに表示する、方式採用された。鉄道車両については後に撤去され、一般的なデジタル方式のものに換装されている。2010年3月14日より、機動線に IC 乗車カード E コミカ、E コマイカが導入され、同時に富山ライトレールのパスカ、パスカとも、 相互利用を開始した。なお同カードは2011年3月5日よりバス路線にも拡大導入され、2012年3月17日から鉄道線でも利用可能になった。鉄道、バスの運賃、時刻表は外部リンクの公式サイトを参照のこと。現有路線の総延長距離は2015年3月14日。 現在、100.7km、富山地方鉄道発足時は 100km を超える路線網を持ち、1965年には日本全国の地方中小施設2位の規模である、総延長 139km、鉄道 128.3km、軌道 10.7km の営業キロ数を有していたものの、その後は路線の譲渡や廃止により 100km を下回っていた。 2009年12月23日に富山市内軌道線を環状線化する 0.9km の新線富山都新線が開業し、再び保有路線が 100km を超えた。鉄道線は以下の路線からなる。詳細は各項目を参照。鉄道線の運転系統は概ね以下の4系統となっている。2010年度の各路線の輸送密度は 以下の通り、以下の路線からなるが、すべてつながっており、運転系統によって、市内電車、または、環状線と呼称される。また、富山都心線と富山駅南北接続線の設備は、富山市が保有している。鉄道線には、大正時代から、昭和時代初期に建てられたモダンな木造駅舎が多く、現存しており、岩倉寺駅など、映画のロケに使用された駅もある。 1971年1月1日に当時の日本では珍しかった定期券用の自動改札機を電鉄富山駅に導入していたが経済性に乏しく修理保守に問題があることから1981年4月に撤去された2012年3月17日に同社発行の IC カード E コミカが鉄道線で共用開始したことに伴い 友人駅である電鉄富山、稲荷町、東、新城、越中江原、越中船橋、寺田、城市、中南川、電鉄大津、新大津、電鉄黒部、宇な津温泉、五百国、岩倉寺、立山、南富山、上滝の17駅に IC カード専用の改札機が導入された。機能は、愛の風と山鉄道などに導入されている。 簡易 IC 改札機と同一であるが、形状は自動改札機から扉を取り除いたものにやや近い。なお、無人駅及び前日の有人17駅でも、無人時間帯においては、車内の IC リーダーでの生産となる。シンクロ部駅は一部時間帯にアテンダントが駐在するものの、公式には無人駅扱いのため改札機は設置されていない。2008年9月に、 同社本線中和美駅で同駅を出発直後の列車が脱線する事故が発生。事故原因について、運輸安全委員会は、翌2009年4月24日に、同駅構内の線路の枕木が腐ったまま放置され、また、犬釘が折れたまま放置していたためなどとして、同社の保守管理のずさんさを指摘した。普通列車、急行列車のほか、 電鉄富山駅、うなづき温泉駅に特急、うなづき、電鉄黒部駅、うなづき温泉駅に特急、黒部、うなづき温泉駅、寺田駅、立山駅に、アルペン特急、朝ラッシュ時には、上りのみであるが、うなづき温泉駅、電鉄富山駅間に、快速急行列車が走る。特急列車に、乗車の際は、特急料金が必要となる。このか観光列車として、アルプスエキスプレス、 ダブルデッカーエキスプレスが運転されている。観光列車は一部車両が指定席となっており、特急のほか普通列車にも運用される。また、当期は、チラシや新聞に、電鉄と山駅うなずき温泉駅の間で一部の列車で普通運賃が無料になる件がある。詳しくは、各路線、列車記事を参照。過去、国鉄時代、 1970年から1983年には大阪駅発の急行、立山や名古屋、名鉄名古屋駅方面からの特急、北アルプスなどが JR となってからも、1990年から1999年、大阪方面から特急、スパーライチョやサンダーバードなどが国鉄、JR と山駅から地鉄線に乗り入れる定期運用もあった。なお、 非営業者では、今後も、JR 西日本の軌道検測車、キア1 4 1 k が入線している。富山地方鉄道の車両形式番号は、鉄道線の電動車、もはの場合、5桁の内上3桁が電動機出力を PS、馬力で表示し、下2桁が、形式番号を表示するという他社では見られない、独特の不満方法が取れている、鉄道の車両番号も参照。 このため、電動機を持たない制御車、区派、及び付随車、左派は、形式番号のみで、100位の数字は制御車が1、付随車が2となっている。なお、機動線の車両では、電動車の形式記号は、で、4桁のうち上2桁が電動機出力になっている。電動車の、モハと、での区別は、もともとは、鉄道線、機動線でなく、河川電圧 1500V 用モハ。 600ボルト用を出としたものである。岩倉自体立参観、電鉄黒部うなずき温泉間の長い、急行バイク間での電動機の負担を軽減させるため、ほとんどの編成がオール電動車となっている。富山県東部のほぼ全域で路線バスを運行するほか、貸切バス事業も行っている。なお、1965年当時の路線バスの 営業キロ数は1 1 2 8 4トルであった。富山県氷見市、富山市と東京都と豊島区、渋谷区を結ぶ高速バス路線。西武バス、下越の大バスと共同運行。名古屋金沢線同様に、北陸の都市間高速バスの草分け的存在で、2012年12月に開業25周年を迎えた。中高便と夜行便が設定されている。 かつては、基本的に、ワンマン運行で、降雪や凍結を伴う冬季は、通満運行だったが、2012年4月の関越、自動車道高速バス居眠り運転事故に伴う、安全規制の見直しもあり、通年で、夜行便は、通満運行となった。2017年5月15日、従来西部バスと、下越能バスが運行してきた東京高岡、ひみせんと統合し、一部の便は、 日見、高岡地区発着となった。阪急バスと共同運行。名鉄バスと共同運行。石川県金沢市から、富山県富山市を経由して、山形県山形市と宮城県仙台市との間を結ぶ、夜行高速バス路線。北陸鉄道と共同運行。富山県富山市と新潟県新潟市を結ぶ、高速バス路線。新潟交通と共同運行。 一日に往復で両者それぞれ一往復ずつ担当。富山県富山市と石川県金沢市を結ぶ高速バス路線。北鉄金沢バスと共同運行。2004年3月6日、運行開始。開業にあたって JR 北陸本線と直接競合することや、以前運行された高速バス。金沢高岡線。現在は経路を変えて運行中の失敗から。 需要への懸念も少なくなかった。かつての、金沢高岡線は、下越能鉄道と北陸鉄道の相互乗り入れで、1991年12月から1995年3月まで、運行されたが、週末や祝日のみの運行だったことに加え、高岡駅三つほ町福を回帰する駅、おやべあし、北陸道、金沢東 i し、橋場町武蔵が、辻金沢駅という、昔の、 金高急行線を焼き直したものとはいえごた、ルート設定が致命傷となった。晩年には観光ガスタイプではなく、一般路線車を繰り出していた。しかし、富山市中心部、郊外と金沢市の片町、高林坊など、中心繁華街が乗り換えなしで、ダイレクトで結ばれたこと、2014年4月1日現在片道930円という、格安運賃。 二時間ごとに一本という運行間隔が走行し、開業当初から好評を博している。富山県富山市と岐阜県高山市の平湯温泉を結ぶ特急バス路線。納品の利合い自動車と共同運行。高速道路を経由しないため高速バスではなく特急バスと定義される。予約不要のフリー制。他の高速路線と異なり、中型観光タイプの車両が用いられる。 元は路線バスの30上岡行。路線車で県境を越えて岐阜県まで足を伸ばす富山地鉄最長の一般路線だった。当時から農費バスとの共同運行が行われており、特に農費担当便は当時から中型観光タイプの車で富山県内では停車する停留所を絞る特急バスとして運行されていた。2005年7月10日。 高速バスに準ずる現在の携帯での運行を開始。2008年4月1日には一旦全便が高山考に変更となる。平湯温泉方面へは代替として途中の納尾バス、上岡営業所から奥平田温泉号方面への路線バスに接続する形をとった。2010年4月より富山、高山線の一部便の行き先を変更することで、 かつて実施されていた奥飛田温泉号方面へのバスの直通を復活させた。前述の上岡営業所からは、高山方面への路線バスが接続している。2012年4月1日に、富山、鉱山線については廃止し、富山上岡線となった。ただし、富山平湯線については維持される。富山以南の上花線沿線から、富山市内への通勤。 通学需要に特化した高速バスである定期券設定あり。平日朝は、富山駅前方向のみ4本運転。平日夕は、上花方向のみ4本運転。と、休日は2本。富山県富山市と岐阜県高山市の鉱山駅前を結ぶ高速バス路線。1日4往復で納期乗り合い自動車と、両社それぞれに往復ずつ担当する共同運行。以前、富山。 高山間を、上岡経由の一般道を利用し結んでいた特急バスの復活ではなく、この路線は、北陸自動車道、東海北陸自動車道を利用し、途中白川橋を経由する高速バスである、一便、除く。富山県富山市と長野県長野市を結んでいた高速バス路線。1日に往復で、子会社の富山地鉄北斗バスと超電バスの共同運行。 富山県高岡市と宮城県仙台市との間を結んでいた夜行高速バス路線。宮城交通と共同運行。路線バス網は2005年4月1日の合併前の富山市の市域のほぼ全体をカバーしており、一部の路線は旧市域の外へも伸びている。そのネットワークは富山駅正面口、南口を中心としている。車体側面及び後部には、 ひらがなで、せや、とといった一文字が書かれているが、これは、車両の所属する営業所を示したもので、前者は、西部営業所、同市牛島本町、後者は、東部営業所、同市総大町を指す。他に、黒部営業所、区、八尾営業所、やがある。現在、富山市の両営業所は統合し、東部が名前を改める形で、富山営業所となっているが、現在も、 車体の表記は変わっていない。なが中には、旧西部営業所に設けられたバス司会社、富山地鉄北斗バス、設立時の社名は、富山地鉄中央バスの所属となった車両もあり、それらは営業所表記を外されている。各路線には2桁、または1桁の系統番号が付されており、行き先が、富山駅から見て八方位いのいずれに位置するかにより、番号の10の位が決まる。 1>, 1の位は、今の系統システムが導入された際に、路線の長い順当で決められたが、現在は、路線の開廃が進んでいるため新規路線には廃止で、欠番となった番号が当てられている。以下に、各番台の分類について述べる。各番台の直後の括弧内の色は、方向膜のカラーリングを表している。なお、以下の、各路線には、 富山地鉄北斗バスの路線も含まれ、富山駅前という表現は特に断りのない限り、富山駅正面口のことを指す。また、経由地の並び順は原則として、富山駅前から郊外方向となっているが、逆順となっている路線は、郊外から市街地へ向かう、上り便のみの運行である。23、31、 67系統は、他の路線の運行が終了した平日23時に、富山駅前発の、スターライトバス、深夜料金不要を運行している路線である。90系統8万経由四方線の派生系統で、富山駅前引く石坂間のルートが異なる。他の富山駅前赤十字病院間を結ぶ、系統と異なり、富山駅北口を経由しない。かつて存在した。 赤十字病院を発着点とする他の系統に倣い、一桁の系統番号が割り振られた。富山駅前ロータリーの3番乗り場より出て、富山大学前を経由し西に向かう路線。ただし19系統の一部に、ルートの異なる石坂、追い分け経由便がある。15系統は、経路途中より九系統、音羽町を経由していた、廃止路線の番号を掲示する場合がある。 富山駅前ロータリーの6番乗り場より出て、有沢を経由し南西に向かう路線。21系統は当期に、全便が、山田行政センター折り返しとなる。富山駅前ロータリーの5.6番乗り場より出て、市民病院前を経由し南に向かう路線。31、32、38系統の日中の便は、赤十字病院始発で運行され、富山県美術館や、 関水公園を経由し、富山駅前に至る2.67系統は同区間でルートが異なる。36系統の一部の便は健康パークを経由する。富山駅前ロータリーの5番乗り場より出て市民病院口を経由し南に向かう路線。市民病院前停留所が富山市民病院から西に数百メートル外れた国道沿いにあるのに対し市民病院口停留所は 病院北側の正門前にある。なお、43系統の一部の便は、市民病院構内まで乗り入れる。また、月岡西緑町停留所では、デマンドバス方式を導入している。同定留所発着の45系統以外に、パソコンや停留所の端末で予約をすることで、43.44系統にも乗車可能である。富山駅前ロータリーの6番乗り場より出て、 大泉駅前を経由し南東へ向かう路線。富山駅前8番乗り場より出て、石金を経由し南東へ向かう路線。62系統は80.90番台の路線が、東部営業所に入出庫する際の路線。65系統は、終点が最上前という珍しい路線であり、大半の便が大場経由で、65.66系統として運行される。 富山駅前ロータリーの4番乗り場より出て、新城新町を経由し東、北東へ向かう路線。78系統には一部ケアハウスを経由する便がある。富山駅前ロータリーの4.7番乗り場より出て、下赤江、または港入船町を経由し、北東、北、北西へ向かう路線。富山ライトレールの開業に伴い廃止となった。 平行路線の浜黒崎東口線、蓮町、四方線も80番台に属した。富山駅前ロータリーの7番乗り場より出て、畑中を経由し北西へ向かう路線。90.91系統には一部ルートの異なる便がある。94系統は、経路途中まで9系統、音羽町を経由していた廃止路線の番号を掲示する場合がある。以前は、とトラックス、 旧、日産ディーゼル工業、三菱、日野の3社体制だった。日野の大型車、ブルーリボン及び1980年代に導入された中型車、レインボーについては、富士重工業がボデーを仮装していて、全車は1996年式まで採用された。2008年に、イスズ自動車製が導入され、現在は4社体制となっている。 1997年までは、原則新車のみ導入してきたが、1998年以降は大手事業者からの中古車も導入されている。1998年から2000年にかけては、高速バスの共同運行相手の西武バスや、京阪バスから大量にシルベしていたが、最近は廃車などで少なくなっている。なお、西武バスからの上都車については2010年より、 再び導入されている。2004年以降は、神戸市営バス、大阪市営バス、姫路市営バス、高槻市営バス、横浜市営バスなどからも導入していたが、2010年後半以降は一部を除き、神奈川中央交通からの中古車が大量に導入されいる。2008年には、姫路市営バスから、イスズエルガミオノンステップが移籍してきたこのため、 富山地鉄では久々にイスズロ戦車が登場した。子会社の富山地鉄中央バスにも1台導入された、ほか、同時に日産ディーゼル RM ノンステップ1台も増備されている。なお、2007年より、統合車種である、日野、レインボー E ノンステップも増備されているが、ヘッドライトが二等式になっているため外観での区別は、可能である。 大型車のサイズは10.2メートルクラスが多いが、1990年代には10.7メートル車も導入されている。西武バスからの中古車では10.7メートル車中心に導入され、かつては11メートル車も活躍していた。中型車は1980年代後半より、黒部営業所を中心に導入され、90年代以降は、富山地区にも大型車と並行して、 本格的に増備された。当社は1997年頃まで東部営業所、黒部営業所が三菱車、西部営業所が日野車、八尾営業所が日産ディーゼル車に統一されていたが、中古車の導入や勤務ローテーションの変更などにより、崩れつある。低床型バスは1997年により、積極的に導入している。同年より、三菱不桑。 エアロスターワンステップ3台、1999年には、日野、レインボーワンステップ2台を増備した。2000年より、ノンステップバスの導入が開始され、2010年現在、子会社の富山地鉄中央バスを含み、コミュニティバスを除くと41台を保有している。また、2006年の新車より、液晶パネル式運賃表、レシップ制を採用している。 1996年に導入された新車より採用されているカラーは、トエーバスのカラーを前後逆にしたものである。また、それ以前に1972年から1995年まで採用されていた白と水色のストライプ調の塗装も、日のブルーリボンのカタログ車両のカラーリングを参考にしており、それがほぼそのまま採用されていた。 2009年2月に新規納入された大型ノンステップバス2台、日産ディーゼルスペースランナー RAA、尾営業所所属が、富山イメージリーダーバス以下、ティルブと称して、立山の新設と赤い樹木をイメージした、白地に黄緑色の円が描かれた新しいデザインで登場している。2010年3月にも全車及びド、トラックスからの OEM 車種である三菱、 不層エアロスター S、AAK がそれぞれ1台ずつ、2011年3月には三菱、不層からの OEM 車種であるドトラックス、スペースランナー A、APK が導入されたが、2012年以降は三菱不層、エアロスターを増備している。戦術のティルブに加え通常カラーの車両も導入されているほか、八尾営業所に続き富山営業所にもティルブが導入されるようになった。 路線バスの方向膜は系統によって、それぞれの塗り分けがなされているためか、長らく LED 式の方向膜を装備した車両は、導入されていなかったが、2012年度の新車より採用された。ただし、高速バスには2004年の新車より採用している。また、子会社の加越能鉄道では1999年に導入された新車より、LED 式方向膜を採用している。 長らく、日産ディーゼルに統一されていたが、2008年以降は、日野、セレガや2012年以降からは三菱不走、エアロエースも導入されている。椅子図を除く3メーカーを保有しており、日産ディーゼルがメインになっている。また、以前は、ボルボアステローペも大量に保有していたが、2012年3月を、もって全廃となった。子会社の富山観光バスでは、 イスズ社も保有していて、2008年には新型ガーライ SHD も導入している。三菱社は1992年式までクレハ自動車製ボディで導入されていた。エアロバス系とキュービックスタイルのサンシャインデッカーも活躍していたが、全社引退している。子会社の加越能鉄道でもエアロバス系やキュービックスタイルのサンシャインデッカーを導入していたが、後者は 富山地鉄とほぼ同じ頃に全車引退している。日産ディーゼル車は長年、富士重工業、または西日本車体工業製ボディで導入されていた。車種はスペースアローをメインに同ショートタイプおよびスペースウィングを導入している。特に2003年に富士重工がバス事業撤退の時に高速路線車と共に最終生産分を導入している。 2009年には三菱不装からの OEM 車種であるスペースアロー A 同ショートタイプが導入されている。同時に三菱不装エアロエース1台も導入され外観での区別は困難であるがステアリングのマークで区別できる。貸切バスの塗装はブラウンとオレンジの帯が配されたカラーリングが若干の衣装変更がありながらも1982年から採用され続けてきた。 車両側面のロゴは当初、富山地鉄観光になっていたが、1993年の新車より子会社の加越能鉄道と同じ筆記体表記となるとともに、ラインの細部が変更された。さらに、1997年の新車より大文字の富山のロゴに変更され、現在の新グループ共通カラーにも採用されている。2008年4月にグループ会社の加越能鉄道、 富山観光バスと共に貸切バス受注部門を統合したことを契機に同時期に新規納入された貸切バス。車両は三菱不装。エアロクイーン2台からは白色と桃色を基調とした新グループ共通カラーが採用された。車両後部のロゴも富山地鉄観光から富山に変更されている。このような塗装変更は約28年ぶりである。同時に富山。 急等部営業所内に、富山地鉄グループ観光バスセンターが設けられた。今後、既存の車両も、順次塗り替えを進め、2011年をめどに、すべての車両の塗り替えを完了させる予定である。なお、高速バス車両はこれまでの塗装を引き続き、採用している。このか、富山駅新港時々と、四場秘番屋街を結ぶ観光路線バス、富山ブリカに、 バス用にトヨタハイエースを保有する。また2018年10月に、日の丸自動車工業より、オープントップバス、スカイバス東京の、ネオプランスカイライナーを、借り入れ、スカイバスと山として、新港きっときと、市場新港大橋で運行された。詳細は公式サイトの、乗車券一覧、鉄道、バスを参照。連結子会社、持分法的用関連会社。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。